毎度、アーチです。なんかちゃうっすね。え？なんか違いますね。疲れとんねなんで疲れとんすか？今の今まで、柔軟指導が、ね、ありましてね。嫌そうに言うのやめてください。普通に、しんどいよ。めちゃくちゃ体力使うよ。よく言われます。はい。ストレッチとか想像してきたら、やばかったみたいな。生まれたての小鹿のような足になってます今。もうテンション上げてください、そこは。はい、まあまあ頑張るけどもせっかく撮ってるんでね、うん、はい、その流れでじゃあ、はい、アートベース、はい、柔軟、はい、指導もアートベースのメンバー限定で募集っていうこと言ったんで、はい、そうですね、アトベさんのアートベースとの向き合い方、もうベテランですよね。そうですね、まあ割と初期勢なんですかね、始まってすぐぐらい。そうですね、何やかんや2年ぐらいの付き合いですか。はい、そう考えたら長いお付き合いですいやー、そう、2年ぐらい経つんか。はい、最初めっちゃきつかったらしいですね、レッスン受けた時。いや、初めてそのレッスン受けさせてもらった時、僕多分ずっとあーって言ってたと思う。いや、なんか YouTube のネタなのかなと思ったんですよ。あ、リアクションやってみたいな。はいはいはい、はい、そういう感じじゃなかったっすね。ガチ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 映像あるんで。そうね、カメラ回しとったからね映像あるんですけど、やばかったね。そんな体硬い方だと思ってなくて、うん、いざ受けたら全然硬いっていうのになって、もうそれを悟ってちゃんとやんなきゃいけないなと思って最初やってたんです。だんだん、あ、感覚いいなみたいな感じになっていって、ホームランとか打って自分のおかげですみたいな LINE 来たら覚えるんです。ああ、嘘、送ったな多分よくなったと思ったんですけど、だんだんやらなくなって継続ができなくて、3ヶ月ぐらいですかね、連絡取らなかったんですよね。ちょっと疎遠になってました。ちょっと一瞬疎遠になってたんですよ。一瞬つつ、まあ3ヶ月ぐらい、うん、もう本当に逃げてたというか。それこそ前言ってたみたいに即効性の方に行ってましたよね、はい、そうですね。だから本当に方法論というかね、そっちにまあシフトしてたというか、まあ、そっちの方が正直楽じゃないですか、うん、安直で。 YouTube もそっちの方が伸びる。あ、そっか、柔軟して打てましたっていうよりも、そう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 、そこにあっさり考えで飛びついてたなっていうふうには今思うと思いますね。で、そこから不死鳥のようにというか復活してきて。そうっすね、逃げてたくせにあっさり戻ってきてまたね、取り組み出したんですけど、野球への その取り組み方っていうのが、まあ、だん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 変わっていったなって。山岸さんの野球の見方っていうノートが始まったぐらいですかね。あれが1年、もうちょいですか。そうですね、1年4月ぐらいから始まったんですね。1年5ヶ月前ぐらいから。そうですね、そんぐらいに始まった、うん、その辺からガラッとこう取り組みが変わっていったかなっていう感じですね。僕もそこから野球の指導をね、あ、そうですね、がっつりするようになったんですよね。そうそう、それまで山岸さんってトレーナーっていうか指導してるわけじゃなかったんですね。理学療法士の山岸さんとかトレーナーの山岸さんって言われたんです。そう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 、そっちメインというか、あるきっかけがあって、まあ、山木さんがその技術の指導をし始めたと。頼まれですかね。そうそうそう、あれが夏場ぐらいですか。夏前ぐらいか。夏前ぐらいですかね。だから今で1年3ヶ月とか経つぐらいですかね、うん、そこでまあ山岸さんの指導が始まって、野球アップデートされてきましたね。本当にアップデートされていって、まあ、具体的に大きい出来事で言えば、僕がオキティをやらなくなった、ホームランを狙わなくなった、ホームランを狙わなくなったっていうところですねなんかみんな言うじゃないですか、取り組み変わってとか、はい、何やねんそれってなるけど、うん、本当になんかそういった大きい変化というか成長というかやっぱあるのが今の取り組みかなと思うんですけど、はい、そっからの方がまあ打ってるというか、打てるボールが本当に増えてきてるっていうのもあるし、最初とは本当に全然違うというかね。で、野球の進化があるということは、はい、アートベースがやってる、もともとやってる土台作りですね、はい、これもちょっとね、だいぶ
レベルが上がってるというか、アップデートされてるというか、まあ、最初の僕が受けたやつも、まあ、その時はしんどかったわけですよ。でも、まあ、ちゃんとやりだして、まあ、自分のその前提も上がっていってなんですけど、僕の前提が上がってるけど、言ったら、まあ、山岸さんというか、まあ、中津さんですね、柔軟指導のレベルも上がるから結局しんどいですよ。こう自分の前提上がったけど、はい、やりましょうみたいな。そうですね。一般的な柔軟とか、はい、とか別のこともしてるじゃないですか。もう全然違うことやってる。野球のためにしかもどんどんアップデートしてる感があるんですよ。はい、野球のためにやってるんですけど、ただこれから逃げちゃダメだよねっていうのは大きいなって思わされてるところではありますかね。それは実家でやってる時にズームでね、繋いで実家の和室でやってたんですけど、メイコ乱入したりねその時に、まあ、もうフラッフラになるわけですよ、その指導をやっててね。で終わって、おかんがなんでそんなフラフラなってんのって、柔軟やるから和室貸してって言って、おかんの頭の中ではなんかこうストレッチやってるみたいな、多分あると思うんですけど、和室から僕がフラフラになりながら、クーラーガンガンかけてんのに汗だくでフラフラになりながら出てきて、あんた何してんのっていやでもな、おかんな、打つためにはいいねって言った。おつってそれわけわかんないですけどね、もうと思う打つために必要だなというか、うん、投げるとこもそうだけど、うん、めちゃめちゃいるなっていうのは日に日に思いますよ。まあ、そうですね。これから逃げてたら結局、まあ、前提が上がらないっていうかあるじゃないですか、うん、そこから結局逃げちゃうと、もう今の前提条件でもううまいことやっていくしかなくなる。でその前提条件ってやっぱ下がっていくじゃないですか、何もやらなかったら。まあ、体が硬くなっていくもそうだし、筋力が弱くなるもそうだし、うまいことうまいことってやってったら結局打てなくなっていくっていう風になっていくんじゃないかなっていうのは思いますね。僕だったらまあやっぱりバッティングが多めに考えちゃうんで、やっぱ打席っていう、まあ、狭い舞台です、長方形の実勢打席っていう舞台に立つためにそれだけの取り組みをしないといけないっていうのは本当に思うので、ショートでね、あの打撃の表現者っていうショートをね出させてもらって、まあ、僕リードにもしたんですけど、まあ、いい表現をしたいなら、その打席っていうその狭い舞台でいい表現をしたいんだったら、結局自分の前提っていうのを上げて、できることを増やす、動く場所を増やすっていうのはやっぱりまあ絶対必要なんだろうなって、まあ、ただそれだけやっても結局ボールを打つっていうことがあるので、それやったらじゃあできるではないんですよね。そこは勘違いしちゃいけないですけど、でも前提がないと、まあ、その話もできないよねってのは思いますね。まあこんだけ聞いて、それだけやったら打てるわけじゃないっていうわけじゃないですか、うん、それだけきつくて、うん、まあ基本的にやりたくないと思うんですよまあそれはね、これやったら打てますって言われた方が楽だと思う、うん、けどメンバーシップであの対の話したじゃないですか、そこに僕はたどり着きたいわけですよって考えたら、これやったら打てます、じゃあ足りない。優しさの話もしましたけどね、はいはいはい、何もないのに打てるって言っちゃうのも優しくないですもんね。でまあ集めさんの指導、はい、アートベースメンバー限定でレッスン受けた人って言いましたけど、はい、まあやること多いし、本当にね、きつい、本当に多い、きついけど、それでもやりたい方に一言お願いします。なんていうかな、折れる覚悟は必要だなってまず思います。折れる覚悟、折れる覚悟、自分が持ってるもの、大事にしてるもの、大事にしてる芯みたいなやつをへし折る覚悟、それでもやりたいならやればって感じですね、うん、オリジナリティとか個性とかじゃないですもんね。そう、だってそれで言ったら、だって僕オキティっていうアイデンティティを失ってますからね。確かに、世界一のオキティに世界一向き合うおじさんやったっけ、お兄さんやったっけ、世界一オキティを打つみたいな、あ、なんかそんな覚えてないぐらいもうだってオキティないもん、もう家に、うん、っていうぐらい、だからホームランを打つとかも言えないわけじゃないですか、もう、うん、言う必要もないわけで、うん、それでも打ってるわけで、だからそのアイデンティティを失っても
打撃と向き合い続けてやってるわけじゃないですか。だからそれぐらいの、その程度の覚悟は必要かなと思うんですね。言いなりが嫌とかあるじゃないですか、はい、マイナスイメージあるじゃないですか、はいはいはい、そうじゃなくて同じことやろうとしてもやっぱ違うからね、みんな。ああ、全然にじめ出るものがあるからね、うん、僕と同じ取り組みしてる森総がやっぱ違う動きになるわけで、紫藤君もね、紫藤君もそうだね、藤代君とかもそうじゃないですか、優劣もあるし、うん、そことちゃんと向き合えるかどうかっていうところもありますね。アートベースの話から、はい、最後の話まで重い話までしましたけど重いっすねこれね。で、野球のためにやるべきことをやりたいという方はお待ちしております、はいはい、自分はこうやりたいはいらないんで、打てるようになりたい、それだけを求めてる方はアートベース登録して、指導の方、申し込んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、でまあ体の土台の話をしましたけど、はい、結局考え方すごい大事なんで、うん、メンバーシップすごい、そうですね、ね、毎週毎週いろんな動画、うん、僕らももちろん岡田翔選手の音声配信だったりとか、はい、そうですね、やってますので、まあ、そっちからでもねいいと思うので、はい、ぜひお待ちしております。もう全然高いあれじゃないんで、そっちから、見ていただければいいかなと思います。はい、はい、疲れてんなくそ一瞬テンション上げたいというわけで、本日の動画以上となります。それでは失礼します。よっしゃよっしゃ、うわっ、おっしゃー、いった、おっしゃー。